ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。最新の調査で7300年前の機械カルデラ噴火は、そのマグマたまりが9000年かけて形成されたということが分かったんだぜ。機械カルデラ噴火って縄文時代に起きたすごい噴火よね。ああ、そうだ。この噴火は縄文時代の歴史、つまり日本の歴史を変える出来事だったんだ。確かにすごい噴火だったんだけど、日本の歴史を変えるは言い過ぎじゃない？ところが、この時代の南九州の状況やこの噴火による規模と、その影響を理解すれば、あながち大げさな話とは言えないんだ。そうなんだ。それは詳しく知りたいわ。よし、それでは今回は、縄文時代を変えた機械カルデラ噴火の謎、と題して、機械カルデラ噴火とその影響、縄文草創期や早期の南九州の状況と断絶、について解説していくぜ。よろしくお願いします。ではまず機械カルデラについて解説するぜ。機械カルデラは薩摩半島から約 50km 南の大隅海峡にあるんだ。直径は約 20km で薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北縁の外輪山に相当するんだぜ。基本的なことをいくつか聞いていいかしら。まずカルデラって何？カルデラとは火山活動でできた大きな窪地のことだぜ。噴火による噴出物や、マグマたまりの空洞が陥没することによってできるんだぜ。九州には他にも阿蘇カルデラやアイラカルデラなど多くのカルデラあるんだ。つまりこの地域では過去の多くの火山活動があったということね。もう一つ、外輪山についても教えて。外輪山とはカルデラの縁の部分の尾根のことだ。噴火による噴出物でできる場合と陥没によって元の地層が外縁を作る場合があるぜ。カルデラの底部は水深400メートルから500メートルのところにあり、いくつかの海底火山もあるんだ。さらにこの機械カルデラの中央には、単一の火口としては最大級の溶岩ドームがあるんだ。日本だけでなく世界でも有数のカルデラということね。ああ、そうだ。そして、この機械カルデラは有史以前に多くの巨大噴火をした形跡があるんだ。過去10万年だと9万5000年前と、7300年前に大きな噴火があったんだぜ。どうしてそんな昔の噴火のことがわかるの？海底探索の技術が向上し、海底から岩石や火砕流堆積物を採取できるようになって、多くのことがわかるようになったんだ。海底の調査は2016年から神戸大学とジェムステック、海洋研究開発機構が共同で行っているぜ。冒頭の9000年間かけてマグマが形成されたというのもこの調査でわかったことなんだ。技術の進歩が古代をどんどん解明していくのね。そうなんだぜ。話を噴火に戻すと、7300年前の噴火は有史以前とはいえ、縄文時代早期の出来事で、その被害は私たちの祖先である縄文人に大きな影響を与えたんだ。どれくらいの規模の噴火だったのかしら？この噴火による火砕流は雪や火砕流と呼ばれているんだが、雪や火砕流は種ヶ島、屋久島、薩摩半島南部及び大隅半島南部まで達したと言われている。これによりこのエリアは壊滅的な被害を受けたとされているぜ。確かに1991年の雲仙普賢岳の時の火砕流もなすすべがなかったものね。それに海を越えてくる火砕流なんて、ニュース速報もない当時の人々にとって絶望しかないわ。ああ、さらに赤穂や火山灰と呼ばれるこの噴火による火山灰はもっと広範囲に影響を与えたんだ。赤穂や火山灰は偏西風に乗って東北まで達しており、鹿児島では1メートル以上、宮崎県南部でも60センチを超え、和歌山県や岡山県のあたりでも20センチ積もったんだぜ。東北まで火山灰が届くなんて、本当にすごい噴火だったのね。この噴火は過去1万年において地球全体で最大規模の噴火とされているんだ。さらにこの噴火の影響で発生した津波は、屋久島、口選ぶ島、大分県、徳島県などで、その痕跡が見られるんだ。現代と違い津波の警報などないから、時間差で来る津波も、多大な被害をもたらした可能性があるわね。そうなんだ。しかし、この噴火で一番影響をもたらしたのは、先ほど話した赤穂や火山灰なんだ。この火山灰はガラス質で、吸引すると呼吸器に大きな障害を与えた可能性も指摘されており、土壌としても保水性がなく、これを含んだ土は作物の成長を阻害するんだ。この火山灰が降り注いだ南九州では600年以上、照葉樹林が復活しなかったとも言われているぜ。赤穂や火山灰が堆積することによって、噴火の直接的影響だけでなく、土壌が長期にわたって植物自体の発育に大きな影響を与えることになったのね。そうなんだぜ。そして森林が壊滅することで、それを餌とした動物たちも生きていけなくなる。つまり南九州の生態系自体が壊滅してしまったんだぜ。思っていた以上に深刻な影響を与えたのね。ああ、実は現在でも影響は残っているぜ。火山灰はなくなるわけではないので、開発をして地面を掘削していけば、赤穂や火山灰の層が地表に出てくることがあるんだ。この層の土壌のことを宮崎県の農家で赤穂屋と呼んでいたことが由来で、
この火山灰のオレンジ色のような色とホヤホヤとした質感によって名付けられたとされているが、ホヤニアザという意味の方言があることから、国土の中から現れる害を起こす赤い土を、まるでアザのようだからと名付けられたという説もあり、他にもこの火山灰は人吉市付近では芋を、種ヶ島の赤ぼっこ、四国南部の恩寺など、などと呼ばれていたんだが、芋子は芋子、恩寺は男地、つまり生産力がないなどという意味だという説もあるくらいだ。縄文以降にもこの火山灰があるところは、農業に適さない土壌になったということね。そういうことなんだ。そしてこの噴火により南九州にあった集落は壊滅的状況に陥ったんだ。この赤ホヤ噴火って7300年前ということは、縄文早期にあたるのよね。その頃の南九州にそれほど文明的な暮らしがあったのかしら？ああ、実は当時の南九州は日本で最先端だった可能性も指摘されているんだ。次は赤ホヤ噴火によって消滅した南九州の縄文早期の文化について、いくつかの集落について紹介しながら解説をしていくぜ。縄文時代の遺跡として南九州で代表的な遺跡は、霧島市にある上野原遺跡だぜ。この遺跡は1986年に、旧国武士において工業団地の造成中に発見されたんだ。ここから1996年にかけて鹿児島県教育委員会が発掘調査を行った結果、縄文時代早期前葉から中世までの遺跡群を含む複合遺跡であることが分かったんだぜ。特に遺跡群の最下層には発見当時においては、日本で最古の大規模な定住集落跡が見つかったんだ。この遺跡は発掘当時は9500年前のものとされていたが、2020年までに中央大学と鹿児島県埋蔵文化財センターのチームが測定し直した結果、約9500年前の集落跡の遺物とされたものは約1700から1400年前のものと分かったんだ。1万年以上前とすると、現代の区分だと縄文時代早早期のものね。そうなんだ。この遺跡の発見されるまでは、縄文時代は西日本より東日本の方が発展していた。というのが定説だったんだが、それを覆す発見だったんだぜ。貴重な発見だったのね。具体的にはどんなものが出土されたの？52棟もの縦穴建物が発見されたんだ。このうち10棟の縦穴建物内の埋土は、9500年前の桜島噴出の火山灰に埋まっており、この10棟は縄文時代の早期前葉には、集落を形成されていたとされたんだ。桜島の火山灰によって時代交渉がされたのね。ああ、桜島は鹿児島湾北部に位置する直径約 20km のアイラカルデラ南縁付近にあり、現在も活火山として活動しているが、有史以前も頻繁に噴火を繰り返しており、その火山灰は時代により P1 から P17 と識別されているんだ。その中で約1万400年前の P13 や、桜島最大の噴火とされる約1万2800年前の P14 は、上野原遺跡の時代交渉に大きな役割を果たしたんだ。噴火による被害は大変だけど歴史検証には貢献しているのね。そういうことだぜ。話を上野原遺跡に戻すと、その住居跡からは石虫料理施設の周囲石39基や、連結土坑などの調理施設が発見されたんだ。連結土坑ってどんなものなの？連結土坑とは大小の穴の底面がトンネル状に連なった遺構で、底面や壁面に焦土が確認されるところから、調理バートと考えられている。またその内部からは狩猟銃である鹿、イノシシに由来する残留脂肪酸が検出されており、食料の保存加工のための燻製施設だとする説が有力なんだ。1万年以上前にすでに燻製技術が発達していた可能性があるということね。そういうことだぜ。この連結土坑はこの後紹介する、他の南九州の遺跡でも発見されているんだ。他の集落と技術的に交流していた可能性もあるのね。ああ、文化として定着していた可能性があるな。他にはどんなものが出土されたの？注目すべきは土器だな。上野原遺跡で出土された土器は文様が縄文ではなく、ハイガイやサルボウといった、海で生息している貝で付けられているんだ。さらに形も特徴的で胴部が筒状で底が平らなんだ。さらに上から見る形が丸や四角、レモン型といくつか特徴があるんだ。縄文早期の土器とは特徴が異なる感じがするわ。そうだな、他にはない特徴だし、特に底が平らという点は注目だな。この時代はまだ他の地域では剪定土器が主流であり、徐々に平らになっていくんだ。剪定になっている理由は、その方が熱が伝わりやすいからと言われているぜ。ただし形状上、自立しないので地面に埋めて使用していた。つまり屋外での使用が一般的だったんだ。ということは、上野原遺跡ではかなり早い段階で屋内で土器が使用された可能性があるということね。そうなんだ。さらに弥生時代になってから広まったとされる壺も発見されているぜ。
これは7500年前のものとされている。さらにこのような実用的なものだけでなく、土偶や耳飾りなども発見されているんだ。え？これも同じ時代のものなの？そうだぜ、同じく7500年前のものとされているぜ。同時期の他の地域と比べても最先端だわ。そうなんだ。しかし、上野原遺跡は縄文創世期から早期にかけて多くの発見があるが、その後赤穂や火山灰を含む層をまたいで、次に出土物が出てくるのは縄文時代後期になるんだ。赤穂や火山灰の影響を受けて、一時集落が断絶しているということね。そういうことだな。次に紹介するのは鹿児島県南薩摩市にある囲いの原遺跡だ。この囲いの原遺跡は後期旧石器時代から中世に至る各時代の遺構が存在する複合遺跡なんだが、こちらも縄文時代早々期の遺構、遺物が残されており、南九州の縄文早々期を知る上で貴重な遺跡なんだ。なるほどね。ここではどういう発見があったの？ここでの遺構は桜島火山灰から約1万1500年前のものとされており、旧石器時代から縄文早々期へ移行する時代のものとされているんだ。出土物としては集石遺構22基、廃石炉4基、円筒付き炉穴8基などがあったんだ。これらのうち集石遺構は火を使った調理、円筒付き炉穴は燻製施設と考えられており、廃石炉については現在のところどのように使われたかは不明であるが、同じく調理用施設と思われる。また石族、石斧、魔石、石皿、作器などの石器も多様に出土しており、魔石と石皿は喧嘩類をすりつぶして粉にするために、石斧は稲科植物の伐採や除草に用いられた、と考えられることから植物性食料への依存度が高く、それが定住化につながったとの見方があるんだ。最終型に石斧とし始めていた可能性があるのね。そうだな、ただ完全に定住していたかについては少し異論もあるようだ。例えば同じ鹿児島県の鹿児島市にある総持山遺跡は、二塔の縦穴建物跡をはじめとして、円筒付き炉穴や、船型や円形をした廃石炉などの施設や、植物食用の製粉具である魔石や石皿という同じようなものが、1万1000年前のものとして、出土されたんだ。しかし、敷地面積が狭く遺物量も少ないことと、この土地が南向きの急斜面にあるという特性から、この地は定住していた集落ではなく秋に採集した喧嘩類の貯蔵と利用を兼ねた、越冬のための居住地の可能性があるんだ。完全な定住ではなく、季節によって移動した可能性もあるのね。ところでどうしてこの時代に定住型へと移行していったの？それは経年による人類の進化の他に気温の上昇が考えられるぜ。縄文早々期から早期にかけては地球規模での気温の上昇があったんだ。縄文海進があった頃ね。ああ、そうだ。列島の温暖化は海面上昇だけではなく、植物にも大きな影響を与えたんだ。針葉樹林を主体としていた森林は、落葉広葉樹と照葉樹の森林へと変化していったんだ。これによりどんぐりやクルミなど喧嘩類が採取されて主食となっていくんだ。これは当初は自生のものを採取していたんだが、次第に住居の周りに植林されていくようになるんだ。なるほど、農耕が始まる前の段階ですでに温暖な気候で育つ木の実を採取することで、獲物を求めて移動する必要がなくなったということね。そういうことだぜ。そしてこの3つの集落以外にも、多くの集落が南九州で交流をしながら独自の文化を築いていった。それを壊滅されたのが7300年前の、機械カルデラ噴火というわけなんだ。今挙げた3つの遺跡に当てはめると、囲いの原遺跡と総持山遺跡のエリアは、荒野火砕流が直撃したエリアであるし、上野原遺跡も大量の火山灰が降り注いだぜ。相当な被害があったと想像できるわね。この地域の人たちはどうなったのかしら。そうだな。火砕流被害に遭った地域は壊滅したであろうし、大量の火山灰が降り注いだ地域ではその集落を捨てて移動をしたと考えられる。それには徒歩で北九州方面に向かう人もいただろうが、海路を使って脱出した可能性もあるぜ。海路って、南九州の縄文人は船も持っていたの？そうだな、縄文時代の船は巨木を切り抜いた丸木船と呼ばれるもので、現在までに発見されているものは千葉を中心とした関東のものが多いが、2013年から2015年に発掘調査された千葉県市川市にある雷下遺跡で発見された、日本最古と言われる船は7500年前のものなんだ。赤穂や噴火と同時期ぐらいのものね。この船は無垢の木をくり抜いて作られており、全長約 7.2 メートルもあったんだ。塀を持ったより大きいわ。でも南九州では発見されていないのよね。そうだ。だが各遺跡のところで石斧の存在については述べているだろう。また、後で実際の検証した話をするが、石斧があれば丸木船の製造は可能だな。それに耳飾りについても話したが、これらの装飾品は南方文化の影響の可能性が強いんだ。その文化は海を渡ってきた可能性が高く、
100歩譲って鹿児島あたりの人たちに船が不要だったとしても、屋久島や種子島などの大隅諸島の人たちが、船なしで生活していたとは考えにくい。確かに船なしで島独自で生活していたとは思えないわ。でもマルチ船でどれくらいの航海が可能なのかしら？そうだな、ここでは南九州の縄文人たちが使った可能性がある、マルチ船について考察しよう。先ほども少し触れたがマルチ船とは、巨木を切り抜いて作ったものだ。サイズは木の大きさによって制限されるので最大でも5ムから8ムイだったとされているぜ。付属品はほとんど持たないカヌーのような構造であったんだ。そんな船で本当に海に出れたのかしら？ああ、構造はシンプルで加工もほぼしていないので、長期的には腐食をしてしまうんだが、水に沈むことはないので安全性は高いとされており、後世に大型船が誕生した後も、マルチ船は引き続き使用され続けたんだ。なるほどね。実際に日本の古代のマルチ船はどんなものだったの？現在発見されているものは約200件ほどで、そのほとんどが関東特に千葉県で発見されているんだ。千葉県以外だと琵琶湖周辺や日本海側でも発見されているぜ。九州での発見はないの？そうだな、九州だと現在の長崎県諫早市で、縄文時代早期から前期のものと思われる、マルキ船の船底部分が発見されているぜ。なるほどね。たくさんのマルキ船が発見されているのね。でも実際に海洋に出て航海はできたのかしら？そうだな。各地で出土したマルキ船の中には全長が7メートルを超えるものがあり、このサイズであれば実際に海洋での航海に頼るとされているぜ。実際に東日本での事例だと、長野県の諏訪地方や伊豆諸島産の黒曜石が、山内丸山遺跡や関東などで発見されているんだが、伊豆諸島のものが海洋ルートで運ばれたのはもちろん、諏訪地方産のものも日本海ルートで運ばれた可能性があるんだぜ。南九州と同様に縄文時代の先進地域であった東日本において、このような海洋航海がされていたのなら、多くの島々があり、さらに温暖で船の建造にふさわしい樹木に囲まれた南九州が、海洋航海技術に長けていてもおかしくないぜ。確かにそうね。ところで実際にマルキ船でどれくらいの航海が可能なの？これについては現代に行われた実験があるんだ。2019年に国立科学博物館などのグループが、約3万年前に台湾から沖縄に人類が移住した可能性について検証するために、実際に当時の技術でマルキ船を作って、男女5人で航海する検証をしたんだ。台湾から沖縄ってどれくらいの距離があるの？今回のゴール地点とした与那国島までは約 200km だな。しかし途中には 100km にもわたって黒潮が流れており、それに流されると、相当北の方まで流されてしまう危険を伴う航路なんだ。黒潮を横切って海上を移動するのってかなりのリスクね。それで結果はどうだったの？マルキ船は当時と同様に石斧で切り出し加工をして作られ、台湾の東岸を出発した全長7メートル50センチのマルキ船は、地図やコンパス、時計などの道具を身につけず、太陽や星の位置、風向きなどを観察しながら自力で45時間漕ぎ続け、無事与那国島に浜に到着したんだ。この中には女性もいたのよね。それで自力で到達するなんてすごいわね。ああ、この実験は移住した後、子孫を残したという家庭の元で男女合わせた形で行われたんだ。ただ、これは専門家の指導と監視の元行われているので、実際にはそんな簡単なものではないことも事実だ。ちょっと古くなるが実際に逼迫した状況で行われた航海にはこんな事例もあるんだ。1946年6月、フィリピンの奥地に残っていた旧日本軍の9名はルソン島の東にあるポリロ島から、カヌーで脱出を図った。彼らは島に残され1年近く終戦を知らずにいたんだ。長さ約6メートルのカヌーで、彼らは黒潮が通る難所あるフィリピンと台湾の間のバシー海峡を越え、台湾の南東沖にある蘭州島、沖縄県尖閣諸島の大釣島を経て、鹿児島県屋久島の西方沖、口永良部島に30日がかりでたどり着いたんだ。その距離は 2500km にも及ぶんだぜ。最悪の状況からの脱出という部分では、赤穂や噴火の後の南九州の縄文人と似ているわね。そうなんだ。ただ彼らのカヌーには、簡易ではあるがホヤ安定のためのアウトトリガーも付けられていたらしいので、縄文人のものよりは安定した航海ができたかもしれないが、丸太船で遠距離航海が可能だという証明にはなると思うぜ。実際に丸太船に乗った南九州の縄文人はどこへ渡っていったのかしら？そうだな。次は彼らがどこに行ったかについて探っていくぜ。結論から言うと赤穂や噴火の被害を受けた縄文人がどこに行ったかは正確には分かっていないんだ。確かに文献に残っているわけではないものね。だからここからの話はあくまでも仮説になるぜ。了解、その仮説を聞かせて。まずは手堅いが北九州への移動だ。北九州も被害はあったんじゃないの？
ああ、もちろんゼロではないが、火山灰は上空に上がって偏西風によって運ばれるんだ。だから福岡や長崎のあたりは四国や紀伊半島に比べても火山灰が少なかったんだ。次に考えられるのが本州の太平洋側の地域への移動だぜ。九州南の沖合から房総半島付近までは日本列島に沿って黒潮は流れているんだ。その海流に乗って火山灰被害の少ない東日本まで逃れていった可能性もあるぜ。なるほど、東日本や北九州の発展に南九州の縄文人が寄与していた可能性もあるのね。ああ、他にも逆に南西諸島を南下していった人たちもいるかもしれない。沖縄に向かったってこと？確か沖縄ってその頃空白の時代があったのよね。そうだな、沖縄でも現在新たな発見もあり、その範囲は狭まっているが、およそ2万年前から7000年前まで人骨が発見されていない空白の時代とされた時代があったんだ。7000年前以降にまた多くの発見がされるようになったということと、7300年前の機械カルデラ噴火との関係は、ゼロではないだろうな。可能性としてはありそうね。ところで沖縄には赤穂や火山灰の影響はなかったの？全くなかったわけではないが、北九州と同様に偏西風の影響で比較的少なかったと思われるぜ。なるほどね。南九州の縄文人の移住を機会に九州と沖縄の交流が開けて、沖縄に縄文文化が伝わっていった可能性もあるわね。そうだな。もっと言えば北九州に向かった南九州の縄文人の中には、さらに朝鮮半島に向かった人たちもいるかもしれないぜ。縄文前期に、朝鮮半島から南西諸島にかけて蕎麦田式土器が広がっていくんだが、その電波の速度はかなり速かったと言われているんだ。もしかしたら、そこに各地に広がった南九州の縄文人のネットワークが関与したかもしれないな。確かに同郷の人たちが各地にいれば、ネットワークが出来上がっているので、電波のスピードは上がるでしょうね。南九州の縄文人が滅亡したわけではないので、近隣地域に移住したことは間違いないものね。そういうことだな。ただ、船で海洋に出れば確実に目的地にたどり着くとは言えないんだ。それは飛鳥時代以降の遣隋使や遣唐使の時代になっても、目的地にたどり着けない船がたくさんあったことでもわかるぜ。もしかしたら、目的地と大きく離れたところにたどり着いた可能性もあるぜ。例えば八丈島は後に途絶えてしまうのだが、7000年前以降のものとされる、蔵は遺跡が見つかっているんだ。同じく三宅島でも縄文時代以降に人が移住してきたとされている。本州から見てその手前の神津島までは旧石器時代から人が住んでいるので、もしかしたら、南九州の縄文人の移住、もしくは海洋技術が伝わったことで、伊豆諸島の開拓が進んだかもしれないな。南九州と伊豆諸島はあまり関連性はないけど、海では繋がっているものね。面白い説だわ。その他にもこの赤穂や噴火による南九州の縄文人の移住先としては、多くの説があるんだ。北米インディアン説や中国やインドやメソポタミア地方に渡って古代文明を開いたなど、が提唱されているぜ。なかなか奇抜な説も出ているのね。ああ、ただ歴史は本当だと思っていたことが間違っていたり、DNA 解析や発掘調査の進歩によって、新たな発見があったりするので、いろんな説を検証してみることが大切だな。確かにそうね。ところで壊滅的な打撃を受けた南九州はその後どうなったの？数百年から千年の時間をかけて復活していくぜ。例えば前半で紹介した上野原遺跡においても、縄文晩期には多数の土坑や黒川式土器が出土され、隣の宮崎県宮崎市にある元のバル遺跡は、旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡なんだが、縄文時代後期には愛知県伊勢の西日本では最大規模の大規模な集落を形成していたんだ。その中心には直径100メートルほどの広場があり、その周辺を縦穴建物などが囲んでいたんだが、その広場は赤穂や火山灰を大規模に削平、除去して作られていたんだ。すごい、1万年に一度の大災害にもめげず、西日本で最大規模の集落が作られていたのね。またここに建てられた掘立て柱建物は列状に並んだ3軒の柱穴が直径80センチと極めて大きい。これは東日本のものと類似しており、また九州の建築様式も取り入れられているんだ。これは各地域と交流があったことを示しているぜ。さらにこの遺跡では日本最古と言われるゴキブリの卵も見つかっているんだ。このゴキブリは中国南部原産の黒ゴキブリで、大陸から船に乗ってきたと思われるんだ。東日本から中国までのネットワークがあったのは分かったけど、ゴキブリには来てほしくなかったわ。確かにな。ただこの集落を作った人たちがなぜ甚大な被害のあったこの地域に、高く降り積もった火山灰を除去してまで大きな集落を作ったのか？その理由が、かつて祖先が捨てたふるさとを復活させるためであり、その復活に各地の散っていった南九州の縄文人たちがその英知を集められたとしたら、すごいことだと思わないか？
親から子へと長く語り継がれたふるさとの話を元に戻ってきたとしたら素晴らしいわね。そしてこの日向の国から神武天皇が統制をして新たな日本の歴史が始まるんだ。再び南九州から歴史が始まるということね。そういうことだぜ。本日の話は以上だ。南九州が先進地域だったことや噴火や火山灰の影響で南九州を捨てた人たちの行く先の説など興味深い話で今回も面白かったわ。それは良かった。今回の話についての感想があればぜひコメントで聞かせてほしいぜ。視聴者さんの独自の説やこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどあればそれも書き込んでね。そうだな。このチャンネルではこれからも歴史研究の最新情報を紹介していくぜ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。